どうも。どっち向いて挨拶してるの？本当ね。どうもじゃないですよ。どうも。よろしくお願いします。もう、はい、本当。お手柔らかに。いや何文句言ってんの。もうちょっと分かるこういう話よって。でもね、ここでね、技術的な話をしてももうね、見ないんですよ。あ、そういうことね。それなぜか分かります？分かんない。もうね、我々も引退したように、うん、視聴者もリタイアした人たちが見てくださってるんですよ、うん、これが10代20代だったらまだあ技術ってなんだろうって食いつくんですけど、うん、みんな引退してるということはちゃんとそれで検証してこういう足の選手とか前言ったようにね、はいはい、でこうキャッチャーこうだとだから作戦が変わってこういうランナーとかこういうキャッチャーが今注目してみた方がいいですよっていうこういうことやな。だから情報は与えて、ね、酒の席で、うん、いやお前ら何も知らないくせにみたいな、うん、やっぱ一つ上手をいきたい情報を与えなきゃいけない。そういうことね。そうそうそう、勉強になりました、ね、ありがとうございます。だから吉彦さんもうね、一視聴者みたいになっちゃってるから。そうだよね。誰がいたっけみたいなこうそれだったらみんなにマウント取られていくから。あ、そういうことね。うん、ダメですよ。勉強になりました。はい、はい、それで、はい、今日はスイッチヒッターがものすごく減少してるんですよ、うん、で80年代は、うん、我スイッチヒッターになってやるみたいな人ばっかりだったんですよ、うん、カーブで何人いました？3人はいたね。4人いたんじゃないですか。もっと2軍にもいたからね。そうでしょ、うん、でも1、2、3番がスイッチヒッターって言ったらなったね。楽ですよね。まあやる方は楽よね、監督としたらね。変えない、足早いからダイソーもいらないからね、うん、で右左で打てるし、そういう時代からスイッチが減ってるんですよ、うん、これなんでだと思う？理由がある。お、いいね。これは検証できる俺。おお、技術じゃないですよ。技術じゃないです、うん、理由ですよ。理由ちゃんと理由持ってる俺だって。そのぐらいは聞きましょう。ほんとひどいの、はい、聞きましょうほんま。はい、どうぞ。今ね、小学生とか3分で待ってるよ。小学生、中学生とか、はい、足の速い子が出てくると、はい、その間に左にしてしまうよ、みんな右から、はい、もうチームでで、左にしてしまって、昔は俺たちは足速くて右で、途中で足速いから左持ったらどうだって言うけど、今左に変えてしまうんで、で足の速い子も左バッターだから左から右を作る必要ないよね。で、なおかつ左をずっと打ってると左対左苦にしなくなるよ。だから坂倉君でも村上君でも左でも左苦にしないよ。本当はプロ野球の中でも左対左って俺たち守って嫌だったろ。こう左、まあ、あんまり好きじゃなかった。いいバッターは、はいはい、でそういうのがあってスイッチにする必要がなくなってるよ。だからスイッチの子が減ったの。中学校足早いのに右をずっとやってた子がこう上行った時に、お前足もったいないねって言われてスイッチに変わるわけ。まとまった？まとまってる。でも説得力としては欠ける。なんで？分かんないけど。いや、大人が見てしまうよ。プロ野球を見て、いや、あのね、僕は一つ疑問なのは、うん、なんで足の速かったら左に変えるのかとか、なんで足が速いとスイッチになるのかとか、うん、いや、パワーヒッターだってスイッチやったら得じゃないのって思うんですよ。これ日本とアメリカの違いでしょ。そうだ、アメリカはパワーヒッターがなるでしょ。なる。昔から歴代のスイッチヒッターパワーヒッターが多い。日本と全く考え方違う。アメリカの考えはどうなんですか？持ってないね、日本は。入ってきてない。アメリカの場合は普通に右と左でちゃんと打てたら変わる必要ないっていうんで、パワーヒッターもスイッチが多い。日本の考え方全く違う。だから小学生、中学生の野球を教えてる指導者がプロ野球を見てるやん、うんうん、でプロ野球を見てると、うん、左手得だよねって、足速いと。そっから俺今でも左手得だと思います。一塁ベースに得だろう。でも右で泳いだ方が速くないですか？いや左の方が速い。左の方が速い。ただその打ち方によるけどね、うん、だって左が開いたら終わりでしょ。本当にいいバッターって、アメリカのバッターっていうのは走り打ちをしないからね。しないですよね。右左で変わんないと思う。ああ、でも日本の場合は足が速いとある程度走り打ちに入るやん、うん、その分だけ速いけどバッティングは下手になる。そうでしょ、うん、だから僕そこが一番のネックだと思ってたんですよ、うん、逆に言えば右の方が速いんじゃないかなと思う。パッていくからね、そのままだから、うん、左はちゃんと打ったらこう言ってグッとって走るからね。ですよね、うん、だからその分遅れるんじゃないかなと思ってたんです。だから大して変わんないかもしれないね、うん、ただ俺見たく日本流で探すと俺走る打ちやん昔は。ちょっともう一回言ってください。日本流
日本流で育つと、うんうん、なんかアメリカも俺は経験してるぜみたいな言い方してるけどちょっと上から来てるけどアメリカいた俺そんな情報持ってないけどな供給リーガー言ってたからねアメリカの本当に、うん、だからカープってあの頃ドミニカじゃなくて違うフロリダのタンパに毎年2ヶ月ぐらいずっと行かせたからね試合出て、うん、アメリカ行ってるからなるほど、うん、あの 1A2A だけどまあまあでも ね, ねそれはいろいろ経験になって言葉も覚えたらでしょリルウィほんと調子乗るね、はい、ねだからそういう面では全然違うから日本流って足が速くて内野安打っていうのが凝り固まってたわけよだから俺も久保さんさせられた時も久保さんはそういう目で見てただから短く持って当てて走るっていうのがメインだったもんねだからそこの違いだろうと思うアメリカの吉子さんは、うん、右と左だったらホームランの数ってどうなんですか左の方が多いよ全然まあその規格が多いですもんね左打席の方がそう、うん、何本打ちました160何本打ってるそのうちの3分の2ぐらいは左ですかそうだね打ってるねでも同じだけ右で立てば左と同じぐらいは打てましたよねいや打ってないだろうな打ってない俺は山下に教わってから打ち出したから、まあ、そうそうそう知ってますよそのあの人のおかげでホームラン24本と20本台を4年打ったからねすごいですよねだからあの技術がなかったら打ってないだから逆にあの時はスタートは遅いよねでもあの打ち方を最初からできてたら400本ぐらい打てた自信あるでしょ最初から打ってたらねねえ、うん、400本ってはないけど256本ぐらいは打ってるよちょっと僕は持って話してる持って話しすぎやろみんな知らないからほんまひどいないやいやいやでもコンスタントに20本は打ってましたよね毎年ね打ってたねだから絶対だったらチャンスが増えたら333はできた可能性はあるよねありますよね、うん、いやだけどバッティングこれだけ変わるかっていうぐらい今までこうやって構えてカーンって叩きつけてたのがこうやって構えてポンとバット落とすだけですもんねそうレベルに変わったからねいやそれであれだけ飛んだと思いましたよ自分でもびっくりした打って力入れてないでしょほとんど最後にポンって入れるんだけどねそしたらボールポンと乗ってしまうボールってこんな飛ぶのって思うですよね、うん、びっくりしたろいやびっくりしましたバッティングがこれだけ変わるんだと思って、うん、本当にそれは左はできたけど右はあんまりできなかったできないあなそれはなんでできない右は自分の蛾が出るんやかっこいい気がしますね言うこと聞くやん右はだから左ってのは作られた左だから素直になるんなるほど右はめっちゃワンワンだからね吉彦が出てくるんだ、ね、そうそうこっちは高橋が出てくるそうそうそういうことね本当にでも吉彦さんねスイッチヒッターで、うん、やっぱこうライバルってたくさんいたじゃないですかやっぱ意識したでしょあこいつもスイッチなんだとか全くないあそう全くそういう目で見ない見ない、まあ、例えばパ・リーグで言えば松永がいて、うん、西村がいたりだとか、うん、いろいろしたじゃないですか、うん、柴田さんとも一緒にやってるんですかやってる吉彦さんがスイッチヒッターでトップ3上げるとしたら誰ですか、うん、松永ナンバーワンだお、うん、あれがナンバーワンだね自分も入れていいですよ俺3番目やな一応やっぱ入れるんだやっぱ一応いやでもすごかっただって日本記録持ってんだもんあ誰がいるスイッチでいったらあ正田幸三なんでそういう冷ややかな目で見るちょっとおかしいよ俺素直に言ってんのにそれはあのゲストで来てくれて違う違う動画が回ったからじゃない違う違う首位打者取ってるしあいつ僕は松永なんですよ、一番は。うん、松永ね。はい。ヒロミ。はい。で、二番が、申し訳ない、松井和夫なんですよ。あ、和夫がいたね。でも俺は。忘れてるでしょ、忘れてたね。うん。でも、正田だね。ああ、そう。うん。じゃあ、吉彦さんより上っていうことですか正田、上だね。上ったら上だね。俺より。ある面では。でも、中弟子取ってとか、やっぱ俺より上だもんね。これだけ負けず嫌いの吉彦さんが。上で上。譲る。で松永宏美はやっぱ上だからねあれはやっぱ右も左も同じだったですよねすごいマジでなんかこう蛾が出てこないんですよねそうそう全くこう合わさってこうだよ、ね、そうなんですよねそうで長距離打つやん両方ともそうそうそうすごいあれはナンバーワンだと思って俺、まあ、そういう面では3番目これは
一応入れて松井和夫どうするんですか。和夫でしたら4番守備はうまいよ。いやこれはねちょっとやめてくださいこうコメント欄荒れるから松井和夫を上にしといてください。だからね、まあ、1位松永ひろみ、はい、2位が、正田浩三。そこはあのさ本当に、うん、3位が松井和夫、はい、まあ、4位高橋由伸。これでコメント欄落ち着きました。落ち着いた。ありがとうございます。どうも